DJ サイレント MC プレイクリア、地下のゲイ桜坂ギャングスターシップ。アジアの島国へ、大陸から見れば神風武士の国、白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道、弱い優しさがうしかないなら力つけるそれしかないから、嘘本当見分ける左右の目、未だ分からぬ自分の左右の目、見捨てないで神は見捨てデイフォー、お疲れ様です。どうも、いつもお待ちしております。おかげさまで私のファンも増えたよっていう嘘ですね。お邪魔しております。またちょっとリキヤさんの話なんですけども、はい、月人、はい、いっぱいいましたよね。そうですね、月人葬式とか入院してる間もみんな来て、誰って言うと月人、元月人です、うん、元月人ですって年代が分かんないじゃないですか、自分なんか、はい、あんちゃん結構年齢いかれてるんですか、ね、もういます、いますし、で結局なんですかね、大阪行った時だけの月人、赤松さんみたいな人もいる、そういう人たちもいたし、だからね、で結局そういう風になっちゃうと小林さんでも知らないわけじゃないですか。で、お葬式の時に、お通夜の時に、やっぱそういう人たちも来てくれてるで、で、小林さん、今朝あれ誰ですかって、いや、自分に誰ですかって言われたって、自分が分かるわけないじゃないですか。で、とりあえず聞きに行くと、ね、大阪の時に力也さん来るとずっと、自分がついてた。で、今、いまだにすごい仲良く、自分一番よく仲良く付き合ってるんですけど、やっぱそういう人もいて、いろいろ、ね、いましたね。で、続かないと思いますよ。きついですよね、はい、月人に対しては。私が知る限りで、1日で辞めた月人は3人くらい見てますかね。はい。これ、僕がまだ小学校の頃なんですけど、なんかね、当時って今みたいに SNS も何もない時代に、うちの前にいるんですよ。いつも、男の人が立ってるんですよ。誰っつうと、こんにちは、お父様っつって、まだ仕事ですっつって、分かりましたっつって、で、お母ちゃんに、なんか外に変な人が立ってんだけどっつって、で、電話して、パパ、なんか変な人が立ってんだけどっつって、じゃあ分かったっつって、で、父が仕事が帰ってくる、さ、こんにちはみたいな、弟子にしてくださいみたいな感じなんですよ。で、おお、そうかっつって、じゃあおめえ、ちょっと明日から来いや。で、まあその場で OK ってなんですよね。でも、うん、一回父に怒られてパツンなんて引っ張られると、そのまま、ね、飲み物買ってきますっつってどっか行っちゃうとかいう人たちも何人もいて、怒る時ってどういう時に、しっかりしてるんですよね。要するに、お前付人なんだから、カバン持ちなんだから、カバンの中身は全部セットしてあるんだろ、すいません、串忘れました、パシャー台本の言い回しやるぞと、じゃあこのセリフ、あ、じゃあお前何々役みたいな、で、親父もセリフ覚えてる、お前も覚えなさいと、で、よし行くぞっつって、で、言い間違いで、相手が言い間違いで、パチコーンみたいなハードやなと思って、だから本当ね、自分の中でね、今一部あれですね、麻布十番出たところでピザ屋さんやってて、うん、大当たりして、すごい有名なピザ屋さんやってますね。うん、それ一番長く、で、まあ、その、親父が現役だった頃にずっとついてた。うん、いや、もう殴られて、蹴っ飛ばされてるのを自分も何台も見てるんですけど、根性もすごい座ってる兄さんだった。芸能は途中で辞めて、その今今朝おっしゃったようにピザ屋さん始めたんですけど、そちらで成功してるのもやっぱり今ね、こうあったりしてもね、あ、もうボスって言うんですね、うちの付人たちは親父のことボスって言うんですけど、ボスのおかげだよっていうふうに言ってくれますね、うん、そういう人たちはやっぱ本当に続いてる人たちは本当真面目ですね、うん、だと思います。あと一番最後についてた大輔、彼今も俳優で、V シネマにも
たびたび登場してるんですけど、その彼なんか、ね、さっきもケイさんとお話ししてて、もう父が具合悪くなってから最後までついてた人なんで、もう舞台に立ってるっていうのはその時はいないんでね、うん、そうですね。それでも力也さんの体調悪くても、それでも毎日うなり飛ばされて殴られて、最後の旅行もうほら病院で先生にもうダメですから家族で旅行行ってくださいっつって、でみんなで旅行行ったんですね、うん、そこでエレベーターの中でもぶっ飛ばされてましたからね。あの父はね、体が銃効かないような体なんですが、それでも殴れるっていうですね、その時の殴る時の力はどっから出てるんだっていうことなんですけど、あのお風呂に一緒に入りましょう、みんなで家族みんなで入りましょうって、ケイさんたちも来てくださって、ケイさんの仲間も来てくれて、みんなでじゃあお風呂に入ろうって、やっぱり体小さくなったとしても100キロ近い体重ですし、背も高いからもう男だけで肩にやってっつってもなかなかこううまくいかないんですよ。じゃあもう車椅子ごと入れちゃおうってことになって、でその車椅子は濡れてもいいようなやつで、それでみんなでお入れろっつって、よいしょーなんて入れてたんです。でその時に大輔どこ行ったって言ったら、その大輔くんはみんなはもうどうせ男しかいないからもう裸なんですよ、すっぱだからなんです、すっぱだから、うん、なんだけど大輔くん一人だけあのこうタオルを腰に巻いて少々お待ちください少々お待ちくださいてめえみんなが裸なんで、てめえ何女みたいなこと言ってばあちょーんなんつって本人も最後にあのお通夜の時言ってたんですけど、まあ、あの付き人としてっつってマイクで喋らせて、最後の最後に殴られたのは僕ですな、いい思い出ですな。大山大輔です。大山大輔か、はい、大山、はいはい、しょっちゅうでよくかってきます。検索したら何か出てきますか。一応ウィキペディア出てるかもしれないですね、はい、で、はい、日本トイズなんか今もやってる、そうです、ね、V シネマで出演されてますんで、はい、力也さんの最後のイメージでございます。この人が大輔さんこの人が力也さんに怒られてたんだ毎日怒られてました ね、はい、朝から晩まで。でもやっぱ付き人に関しては結構些細なことでもやっぱ怒りましたね。力也さん入院しててやっぱ付き人だから、やっぱ芸を教えたいっていうのもあるんだと思うんですね。だやっぱそういう入院してても病院にいる時にやっぱセリフの練習とかさせるじゃないですか。でやっぱ病院で看護婦さんとかいるとやっぱ照れちゃうじゃないですか。そういう時でもやっぱね、なんかこんなとこでお前照れてたらテレビなんか出れねえぞとか、やっぱそういうとこでもやっぱすごい怒ってましたし、うん、病院の大広間じゃないけど、外か出れるようなナースセンターみたいなんじゃないですか。あとことか外とかで台本のセリフの言い回しとかあいうえおあお言ってみろみたいな大きな声で言ってみろあえいうえおと他の患者さんみんなどうしたなんだかね、病室から看護師さんも怒られないですか。外だから大丈夫とかで看護師さんたちも笑ってましたけど。俺の今を咲かせて散るだけだ。